大阪大学基礎工学部電子物理科学科物性物理科学コースの関山です。光と電子の相互作用について、光を表す量子化されたベクトルポテンシャルと電子の内積を接動項として解いていきます。ここでは量子力学における時間に依存した接動論を用います。本来はあらかじめ別途学んでいる方が良いと思いますが、逆にこの動画で実際に接動論を適用することでその使い方を学ぶということはあって良いのではないかと思います。おそらくは接動論を知らなくてもロジックとしては納得可能な気がしています。皆様よろしくお願いいたします。はい、これはあらかじめ予習しといてねという形で、電磁場中電子のハミルトニアンをもうこう書けますと、すみません、古典的電磁場中だから、ここではまだ A は古典的に表していて、電子の方は量子力学的に表していてということを知ったわけですが、ここで量子化されたベクトルポテンシャルというものをこう入れて、でここはもうやや形式論で恐縮ですが、今 いろんな波数があったら、まあそれを全部足したのでいいですよねとか、まあ、そういう話になります。結局このハミルトニアンを量子化、光を量子化したら何が起こるかというとですね、この後の話というのを見ていたら追っかけていったらいいんですけど、反古典論で、古典的な電磁場という時は光は外から与えて、でその与えるだけ でその結果、外から与えた電磁場は何も変化しないという、考え方、要するに非常にその、大きな存在、大きなというのは外側からかけてあげた存在で、光を量子化したとはどういうことかというと、その電子との相互作用の結果光の状態も変わりました。簡単に言うとフォトンの数が変わりました。いや当たり前のことを言ってるのではないかと思うかもしれませんが、かなりその外から外場としてかけて以上終了の時と、光子そのものもその一緒に扱って、議論するというのはかなり立場としては違いがあると言えると思います。それで電磁場中、いわゆる量子化された電磁場中の電子のハミルトニアンというのは、もちろんその電子系だけを考えた状態、それから、光子場と呼びますが、いわゆる、光子ですね、あるいは電磁場のハミルトニアンで、この2つはもともと違うものなので、この2つだけだったら互いに独立してくっつける意味はないのですが、この2つの項がですね、光と電子の相互作用を与えると、特にこの A ドット P というのがこれからものすごく大事になってきます。で A ドット P で、ここさっきも言いましたが、光の、ここですね、消滅演算子があるので、いわゆる非光子が1個減る過程を考えましょう。代表例として光吸収、これ内角光吸収、あるいは光電子放出、これが非常に、我々の研究室ではポピュラーな話になります。一方でここ増えるという時には、子状態が要するにエネルギー、この後の説明に移っていくとですね、エネルギーが光子として放出されるので、電子系のエネルギーは冷気状態にないといけません。はい、ということになります。で、だからこれは実はA と P の交換関係さえ、承認すれば、出てくる非常に、一般性の高い、ほとんど禁じのない話です。で、もうあんまりここで紹介したら、私はもうあとあんまり言わないというかなんですが、 A 事情の項ですね、これは、考えやすいのはこの人が2ついなくなる、あるいはこの人が2つ増える、だけどよくあるのは実はここです。光子が1個減って1個増えると。でこれは実は X 線解説なんかが一番分かりやすい。
これ何かというと、これだとただの散乱しているように見えるんですけど、この考え方は波数、波数は変わるわけですね。方向が変わるから光の波数変わります。で、波数 K の光子が消えて波数 K プライムの光子が新たに生成されましたというふうに考えると、これは立派な二光子過程になります。いわゆるリックス、共鳴非断性 X 線散乱というのをちょっと考えます。で、解説というのは何かといったら、これ断性散乱です。で、リックスというのは非断性散乱です。どっちも結局、1個光子が、減って、別の波数の光子が増えるということに変わりはない。なので、先ほどこのリックスはこちらも効いてきますというのは、効いてくることがあるというのはその理由になります。はい、ということで、この次からはですね、A.P の項について、非常に真面目に議論するお話になるのですが、今度はいよいよ本格的に、電子状態が光によってどう変わるかという話になります。で、もう二光子過程 A 次乗の効果は無視しますと。で、まあ、光の解説っていうのは、そこまで頑張らなくても理解できますよね。あと二光子吸収っていうのは、確率は非常にちっちゃいということが言えますので、これからの時代研究やっていく上でも、これ無視可能なほど小さいという状況ばかりかというと分かりません。ポンププローブはまたちょっと違うけど、二光子吸収といった過程を使った実験は今後あるかもしれません。今のところないです。で、これを考えるんですが、これはもう、ちゃんと処方箋があって、時間に依存した節導論を利用いたします。時間に依存って一見するとおかしいなって思う人いるかもしれませんが、ある瞬間を境にハミルトニアンがガラッと変わりましたという意味で時間に依存します。で、ちょうど光を当てた瞬間を t イコール0とします。だから当てる前というのは a.p の項はありませんと。なので a.p もなければ、光子場も存在しないので、もいわゆるハミルトニアンというのは電子系のハミルトニアンそのものであると。だからこの時の状態というのはもう何かすでに、分かっていると、します。こういう状態を、A として、こういう対応するこういうエネルギー EA という状態にあると、ほとんどの場合これが、規定状態にあると考えて、考えるのが一番簡単な方法になります。この場合はこの高等式というかですね、この等式がちゃんと成立いたします。今度光を当てた瞬間にどうなるかというと、ちょっと先ほどまでは光光子の生成消滅演算子を、K で指定してましたけど、ここからちょっとオメガに指定、オメガに変えちゃいます。情報量落ちるんですけど、エネルギーの方が大事なので、N オメガ湖の単色光子が電子に当たり始めましたと。で、当てた瞬間だけ考えると、何も相互作用をしていない、状態なので、規定状態の電子系、だから、この電子系と、N オメガ湖の光子で、これ W になってるような気がするな。はい。N 個の光子で、状態を記述することができる。直積、数学的には直積。もともとだから、イメージ的には、電子系の、座標系というか、その空間と光子の空間というのは全く別物なので、それは、純粋に直積という状態で、表すことができますと。ということになります。これ波動関数がもしあったとしたら、それはそのまんま掛け算
した形に、してよろしいということになります。でこれがまあスタートで、この I っていうのは、今の I っていうのは電子系ではなくて、電子系と格子場の、両方の状態を表します。ここはよく間違いやすいので気をつけてください。そうすると、この時の全エネルギーというのは電子系のエネルギーと光子のエネルギー、だから光子が何個あるかというので、足し算したら、まあ、それで済みますということです。